こんにちは、平井博明です。今回はですね、パターの、上りのパッティングでショートしてしまう、もしくは特大オーバーしてしまう方にとって、ちょっと、まあ、参考になる動画になればいいかなと思って撮ってます。上りのパットで、例えばこれぐらいのショートパット2メーターぐらいでしたら距離合わせるということがないんでまだいいんですけども、例えばこれが5メーターとか10メーターぐらいになってくると、普通に打っちゃったら2メーターショートしちゃったりとか、あとは打とう打とうと思って10メーターが3メーターオーバーしちゃったりとかっていう経験あると思うんですけども、こうタッチの合わせ方になっちゃうのかな。とにかく上りのパッティングに対しての打ち方を解説していきたいと思います。平井博明のワンナップゴルフ。まずですね、上りのパッティングで気をつけなきゃいけないのは、とにかく打つということなんですよ。一番やっていただきたくないのは、上りでこういうふうに綺麗なストロークをしちゃう。要は何が言いたいかというと、ショートパットだろうがロングパットだろうが、とにかく上りっていうのはある程度ヒットしてあげなきゃいけないんですよ。ちゃんとボールに対してポンって当ててあげなきゃいけないので、あまりストロークばっかりを気にしてそーっとそーっとってゆっくり動いてしまうと、ドショートしちゃうんですね。本当に半分しかいかないとかも出てきたりします。なので特にショートパットを打たなきゃいけないんですけども、10メーターぐらいのボールだとしたら、あのボールに対してだったらちゃんとこうやってヒットして打ってあげることが大事ですね。そうすると上りのラインもちゃんと転がっていくので、あまり撫でない方がいいです。ちゃんとボールに対してポンとヒットしてあげることが大事なので、その辺をロングパットとか特に上りのラインなんかは気をつけていただいた方がいいと思います。練習なんかは本当に上りの 1.5 メーターと5メーター以上のロングパット、ミドルパットからロングパットをコースなんかで練習してれば十分ですので、そんなコース出る前に細かい作業なんてあんまりできないと思うので、時間もないと思うんですね。本当に 1.5 メーターを10球ぐらい打って、あとは 6,7 メーターを10球ぐらい打って、それだけでもグリーンの感じっていうのはなんとなくつかめるので、その感じをスタート前とかにやっていただければと思うんですけども、下りのパットなんかはそんなに練習しなくていいと思います。上りメインで練習していただいて打った方がいいですかね。とにかくラインを気にしてるとタッチがおろそかになってしまったり、タッチを気にしてるとラインがおろそかになってしまったりとかってなるんで、まずラインを読んでラインが決まったらもうラインのことは忘れてください。次にタッチをどう合わせるかっていう風に一つ一つクリアしていった方が全ての課題をクリアしやすいので、全部いっぺんにやろうとするとどこかがおろそかになってしまったりするので、そこは気をつけていただきたいポイントの一つになります。とにかく最初言いましたが、上りのパットっていうのは必ずヒットをしてあげる、ちゃんとポンとヒットしてあげるっていうことが大事になりますので、そろーっと打たない方がいいですよね。それは下りのパットもそうなんです。下りのパットはまた別に取りますけども、上りのパットっていうのはターゲットが決まってなんとなく距離が分かったら、その感覚を自分の動きに出していただいてボールに伝えるっていうことが大事になってくると思います。では今回はですね、上りのパットについて解説させていただきました。最後までご視聴ありがとうございます。